3902号。嵐車庫ュ2004年6月撮影3903号。3906号。嵐車庫ュ2004年6月撮影 LED 方向膜に改造された3901号2019年4月撮影広島電鉄3900系電車とは、1990年に登場した広島電鉄の路面電車である。愛称は、グリーンライナー。 ヒロデンでは3800型に次ぐ連接車である。アルナ後期で製造された。3800系のマイナーチェンジ型で、モーター出力が 60kW から 85kW にアップされ、加速、減速がスムーズになった。路面電車である市内線と鉄道線である宮島線を直通運用できる車両である。合計8編成が製造されて、 広島電鉄宮島線の主力として運用されている。愛称はグリーンライナーで後継の3950型に引き継がれている。宮島線直通が主な運用であるが、ラッシュ時には市内線でも運用されている。また最近では制御機等の更新が随時行われている。同時に行き先表示機も幕式から LED 式に交換。原型を残している。 幕式で GTOVVVF を装備している車両は3906から3908の3本のみとなっているが、これらもいずれ交換される予定である。その後の量産は3950型に移行した。2020年4月現在、2号線専用運用となっている。朝ラッシュのみ、宮島口方面上谷町西広電本社前の運用につく。ただし、 毎年7月末に行われる広島港夢花火大会では臨時便として5号線や海岸通からの区間運用につくことがある。突起がある場合を除き2020年3月現在の状態を示す。ありがとうございます。